ファーイースタン航空はかつて存在していた台湾の航空会社である。シュドカラベル1957年6月5日に台湾で創業し、定期民間航空事業には1962年に参入し、台北松山空港を中心にビッカースバイカウントやシュドカラベルなどで国内線を運航した。その後、 マクドネルダグラス MD-82 や MD-83、ボーイング757などを導入し、国内線やパラオニなど近、中距離国際線を運行した。ファーイースタン航空の本社世界的な原油価格高による燃料費の高騰や台湾高速鉄道の開業による国内線需要の落ち込みなどを受け、2008年に入ってから急速に経営状態が悪化。 燃料費の支払いが滞り、5月には運行停止に追い込まれた。運行停止後、マクドネルダグラス MD-83 などの保有機体は台北松山空港にてのざらしになっていたが、2010年1月12日に運航再開計画書が提出された。その中では5月より台北松山、金門線などの国内線を週56便、 中国への直行便を週14便就航させ、9月末までに4段階。加えて、富山、九州、函館、旭川など、日本の地方都市への就航計画も含まれていた。2010年6月、操縦士の募集を行うなど準備が進められた。2010年11月27日、台北松山空港にて B-28,025 機の試験飛行を 実施した。台湾政府の交通部民工局は、同29日、営業運行再開には、あと1機の試験飛行成功と、5000万台湾ドルの運営保証金の準備が必要との条件を示した。2011年4月18日午前8時55分、台北松山空港から再開後1番機が、金門空港へ向けて飛び立った。 2年11ヶ月ぶりの運行再開であった。5月1日からは、台北、金門線が1日4往復に増便された。また、交通部民公局は三通による、大陸路線の増便分を遠藤航空に優先して、割り当てる方針を示していた。2019年12月12日、資金繰りの悪化を理由に、翌13日より全便を運行停止することを明らかにし、 時事通信は、遠藤航空が事実上の経営破綻に至ったと報じた。運航停止に至った行きさつについて、NHK が報じたところによると、遠藤航空は長年にわたって経営難の状態にあり、会社のトップが個人資産を投じて運営してきたものの、12月11日になって銀行への返済が滞り、会社側から航空当局に対して、 経営の継続が難しく。また、遠投航空によると、会社のトップが行方不明となっており、遺書のようなメモが残されていたということで、所在の確認を急いでいるという。13日、町繋いただ市次長は、記者会見を開き、アフターサービス人員を除いた、従業員およそ1000人を13日付で解雇すると、通知したと報じられたことについて、職員は解雇しないとして、 報道の内容を否定し、会社の営業は継続する方針であると説明した。また、航空券を購入済みの乗客には払い戻す方針である。その後、運転資金を確保し、会社を再建する方針を決めたものの、当面は国内路線の再建に注力するため、新潟台北線を含む国際線の運行は引き続き見合わせることになった。また、 ピーチアビエーションをはじめ同社が受託しているグランドハンドリング業務については1ヶ月以内に新会社を設立し引き続きサービス提供をしていくことになった2020年1月31日交通部は予告なしで運行停止を2019年12月時点の日本向け路線は新潟空港への定期便福島空港と秋田空港へ 週に便のチャーター便が運航されていた。台湾で航空会社の運航停止は2016年のトランスアジア航空と同社参加の LCC の VA 以来となる。同社の突然の運航停止でマンダリン航空とユニー航空は同社が運航していた路線に臨時便を出したり機材を大型化するなどの対応をしている。 マクドネルダグラス MD-82ATR72 から6002019年12月現在、保有機材は、z 機は、納入から20年以上の経年機で、対照的に、プロペラ機は、ノルディックアビエーションキャピタルとのリ,リース機だが、納入10年未満と、機材格差が顕著で z 機の更新が、キツキンの課題であったが2016年に、 エアリースコーポレーションとのリース契約でボーイング737から800を導入更新計画があったが機体状態をめぐり訴訟に発展したため導入し更新することができなかった民用航空局は26年以上の経年機の運用を認めない方針で2020年1月1日から保有するジェット機のうち4機が運用不可能になることからそのため 2019年中にボーイング 737Max を導入して解決する方針を取ったが、そんな折、2018年10月29日に、ライオンエア610便墜落事故と、それからわずか5ヶ月半後に、エチオピア航空302便墜落事故が発生したため、全世界でボーイング 737Max の運航が停止になる事態となった。これにより、 遠東航空は機材の運用計画が大きく狂い、資金繰りの悪化も重なって2019年12月13日に全路線が運航停止となった。運航停止により当初12月27日に台湾到着予定であった ATR72 から600型機7号機の受領も中止となった。2019年12月現在、ありがとうございます。